シュナステーションは大阪アメリカ村にある電波組、インクをフィーチャーしたアイドルコンセプトカフェ。2017年5月1日に西のディアステージとなることを目標にオーナーである古脇キさんが大阪震災橋のアメリカ村にオープンしたアイドルコンセプトカフェ。マスコットキャラクターはシュナチ。電波組、インクをフィーチャーしているのが特徴。店内には電波組、 インクの過去のグッズや、チェキなどが飾られている。なお、運営元は、秋葉原ディアステージや、電波組、インクと直接の関係はない。在籍するキャストは、シュナガと呼ばれ、もともと電波組、インクやその他のアイドルのオタクをしていたメンバーが多い。営業時間中1時間に1回15分から20分程度のライブタイムがあり、シュナガが電波組、インクの曲をメインに、 様々なライブパフォーマンスを行う。また、水曜日は歌陸デーとして曲のリクエストをすることもできる。ただし、シュナガが知っている曲であることが前提。水曜日弾く土曜日の夜20時からはショールーム配信を行っており、店内で行われるライブの様子を見ることができる。なお、ショールームの時間中は前日の歌陸デーの日であっても、基本的には、 シュナガが選んだ楽曲のパフォーマンスを行う。2018年5月1日にオープン1周年を記念して、シュナステ2.0と歌ったリニューアルを行った。バージョンアップに伴い、それまで17歳設定だった、シュナガの年齢縛りがとても緩くなった。火曜日引く土曜日18時22時日曜日14時18時、定休日月。 火曜日2018年5月1日より営業時間が変更2018年10月16日より火曜日営業を再開。ただし月に一度は休業日となる。イベント時は営業時間が変更になる場合がある。最初の1時間で固定のチャージ量が必要で以降30分ごとにチャージ量がかかる。また、 チャージ料とは別に1時間ごとに1ドリンクの注文が必要。通常はフードメニューは1ドリンクに含まれないが、イベント時のみ提供されるフード類などが1ドリンクとしてカウントされる場合もある。店自体が電波組、インクをフィーチャーとしているため必然的に電波組、インクのファンが多いが在籍するシュナ長の別の活動を通じて店を知った人などもいる。また、 キャストによっては、電波組、インク以外のビッシュなどのアイドルのオタクであるメンバーも、おり、必ずしもでオタでなくても楽しめるようになっている。2018年10月時点で、シュナステーションに、シュナガとして在籍しているのは、以下のメンバー。作詞、小脇吉さん作曲、編曲、溝の口広きシュナステーションのテーマソング、ショールームや配信番組のトーク中などに、 bgm として流れているのを聞くことができる。歌詞の中に、日本橋と出てくるが、実際の店の所在地は震災橋。余談だが、店の最寄り駅は、震災橋駅ではなく、四つ橋駅である。作詞、シュナステーション CX、古脇キッさん、モモセリ作曲、編曲、ヨジイスショールームで配信された番組、シュナステーション CX で歌詞を作った楽曲。 ショールーム配信のエンドロールとして2018年7月まで番組の最後に聞くことができた。ハロウィンイベントシュナガがハロウィンをイメージしたコスプレを行った。また店内もハロウィン仕様で飾られた。クリスマスイベントシュナガがサンタなどのクリスマスをモチーフにしたコスプレを行った。また当時在籍していたメンバーの生誕祭も合わせて行われた。私服イベントシュナガが 私服で出迎えてくれるイベント。ある日には、シュナガが内緒で私服の交換を行い、客が誰の私服かを当てるクイズが行われた。ニャンコステーション猫のコスプレをしたイベント。シュナステ動物園ニャンコステーションと続けて開催され、猫以外の動物のコスプレをした、シュナガが客を出迎えた。主催会はイチャイナ服のコスプレをした、イベントワンマンシュナガメンバー一人によるワンマンライブ。 ツーマンシュナガメンバー二人によるツーマンライブ、ダンスポップコーン、ボーカロイドの曲を中心にライブパフォーマンスを行った。推しのチェキを見ながら白飯を食べるイベント推しのチェキを見ながらご飯を食べるをモチーフとしたシュナガや客がご飯のおかずを持ち寄ってみんなで推しのチェキを目の前に白飯を食べるイベント。当日は白飯が無料で振る舞われた。 シュナガご飯、シュナガが手作りのご飯を提供するイベント。ビビンバやカレーなどメンバーが好きなメニューや、ウィンナーご飯など知っている人はニヤリとくるような、フードメニューが提供される。スナックイベントシュナガの一人が、スナックのママとなり、お酒のおつまみを提供し、スナックの雰囲気を味わえるイベント。ワンコそばシュナガや客と、ワンコそばの配数を競うイベント。メンバー生誕祭。 メンバー成人式メンバーの誕生日や成人などの節目に行われるイベント、特別なフードメニューが提供されることが多い。握手会チケットを持っているとシュナガと握手をすることができる。チケットは店でチェキを取ると、チェキ1枚につき、チケット1枚がもらえた。シュナからシュナガや客がカラオケをするイベント手のひらに、好きと書く会チケットを持っているとシュナガが手のひらに、好きと書いてくれる。 握手会の進化系。チケットの入手方法は、握手会と同じ。シュナステファーガールズ、女性限定イベント。アイドルの衣装やコスプレをしながら、シュナガと歌を歌ったりする。シュナッチマーケット自作のグッズなどを持ち寄り、交換するイベント。店舗ではなく、別の会場を借りて行う。眠っているところを起こしてくれるかい眠っている。設定のお客をキャストが優しい言葉で起こしてくれる。 俺の妹シュナガの一人が妹の設定で言葉をかけてくれる。写真集発売イベント写真集の発売に合わせて行われるイベント。当日のみ写真集にサインを書いてもらえる。メンバー卒業式在籍していたメンバーの卒業に際して行われる。卒業式を行わず卒業するメンバーもいる。2018年3月31日に大阪城音楽堂で行われた。 人よ限りと歌われた、シュナガによる無料のワンマンライブ。当時在籍していた、シュナガや過去に在籍していたメンバーが集まり、約1時間半にわたって、ライブパフォーマンスが行われた。当日は、シュナステを知っている観客だけでなく、大阪城に来ていた、多数の観客を集め、成功を収めた。ショールーム火曜日引く、土曜日の夜20時から30分間。 店舗でのライブの様子を配信している。シュナステーション放送局各週金曜日の夜22時から1時間、お店で起こった出来事などを紹介する。水中放送各週金曜日の夜22時から1時間、VTR を見ながら雑談などをする。シュナステーションゲーム部、シュナガが様々なゲームに挑戦する。シュナガ部、シュナガが書き初めや食玩作りなど様々なことに挑戦する。 シュナステーション CX シュナステの楽曲作りの挑戦する。長時間特番アイドルや漫画について語る、書き初めをする、パズルをするなど、店舗内の様々な様子を長時間配信。ありがとうございます。